おはようございます、えー、今日の話は脳は意外とタフであるという池谷雄二さんの本の中から人の脳は都市に住むことに慣れていないという話です人社会の象徴である都会現在世界の人口のほぼ半数が移住者数100万人以上の都市に集中して暮らしていますしかし都市がこれほど浸透したのは人類史上でもごく近年のことです1950年頃は 都市に住む人はまだ30%程度でした「ナポリを見てしね」という言葉もあるように古来都市といえば移住のためというよりもむしろ田舎にいて憧れる存在でしたそれが故でしょう人の脳は都市にに住むことに慣れていませんいやそもそも脳は都市を想定して進化したものではありません。 だから様々な障害が生じます。手元にあるデータによれば、都会人は田舎に住む人よりもうつ病の発生率が21%、気分障害は39%も高いのです。統合失調症も多いと言います。脳は自身の産物である都市の脳の存在に悩まされているようです。マギル大学のマイヤー・リンデンバーク博士は、都市に育った人の脳は扁桃体や 全体上皮質の活動が変化していることをネイチャー誌に発表しました都市生活によって情動や社会ストレスに関係する脳部分が変調をきたしているようです世界の人口は70億人を超えています都市化はさらに進むでしょう40年後には人口の70%が都市に集中すると予想されています未来人を精神疾患の恐怖から救済するために今の研究者は 都都市市計画や都市構造に提言できることはないかろえす東北大学准教授の細田千尋氏は田舎育ちの方が都会育ちよりも優れている能力があるそれは人口世界38か国39万人に対して行った調査で田舎で育った人の方がナビゲーション能力が優れておりそれは生涯にわたって影響力がある。 ということがネイチャー誌に発表されましたさらに育った環境の地形が規則的で複雑であるほどその能力は高かったというのですまた空間認識能力が創造性や技術革新において主要な役割を果たすことなども示唆されています数学や言語能力では特に高い成績を取っているわけではなくても空間認識能力が高い学生は非常に優れたエンジニア建築家外科医になるとしています 幼児から草花や小さな生き物や土に触れるという自然体験は大事ですそれは五感が鍛えられるからです川に入って水遊び、体に感じる体、草花の香り、鳥のさえずりそういうことが必要なんですねじゃあ今日これで。終わります